れは印象に残ってるな、第5回名人戦、決勝第2戦南三局の4本場。ここでね、敗退で、実は敗退で積もったんだけどね、本当に、チートイツなんだけど、なんでこんな天敗で待ったのっていう敗で待ったんだよ。天敗りました。もう関数層、はい、だけどもうこれ満願確定ですからね、はい、お山確定リーチですからね、あ、お島が追っかけましたね、ウーピン短期。さあどうでしょう、このウーピン。実は数層は森山に統一なんですよ、はい、だからもう数層1枚しかない。ただウーピンはどうですか、1枚使われてますね。1枚使われてるとか2枚生きてるということですね、はい、これは結構この後のことを考えるとですね、大きい追っかけリーチになりましたね。うーん、どうだ、引くのか、いない、リューハツモのチャンスはあと1回か、あと1回ですね、いや小島さん入っていいじゃないですか、なんちゃなんで。そうです ね、はい、入っていいですか。まずこの後さあこのニーツが1万入っていいですね、いるのか、入っているか、いた、これは驚いた小島武雄さあ裏ドラがいるか、あとはでみんなね思ったと思うよ、なんであんなところでウーピンでリーチ打っただろうとね。だけど打ってもらいたくないからね、で出ないような牌でわざとリーチ打ったんですよ。普通だったらね、飛んでね、リーチ打つよね。やっぱウーピンでリーチ打ったということは相手に打ってもらいたくないからな。だけどこれがのっけからね、裏ドラっていうことも思ってないよな。だけどチートイツなら大体ね、積もればね、2枚以上は乗ってれば2枚乗ってるわけだから跳ね輪になるわけよね。こうやって打ってもらったらさ、例えば乗っててもね、満貫だけじゃない、それでやっぱちょっとつまんないという気するんだよ。もう散々沈んでるとこだからな。起死回生の一発だったらね、やっぱ自分で積もって決めたいなと思うんだよ。まあしかしよく履いてて積もったよな。うん、これ先生最後積もった時のお顔ですけど、後ろ嬉しそうですね。うん、さすがに、ああ、まだ頭の毛もしっかりしてる頃から、うん、そしてわずかに突破してた飯田をかわしたのよね。何本かの何本かなんだよな。もう一回上がらなきゃいけないあれなんだけどね。そして次に上がって、第5戦の名人になったと。だからね、非常にこう印象に残ってる局面だね、これは。